はい、ダーバ、あ、ダーバ、ターキャの鍵、やーべ、今日はですね、ですね、まあ、またというか、またこの川野田チャンネルをですね、紹介してもらいました。YouTuber なんですよね。YouTuber さん、VTuber さんみたいな感じなのかな。ちょっと YouTuber 紹介企画ということでですね、川野田チャンネルを、紹介してもらいましたという感じになっています。ゲーム実況をやられてるらっしゃるのかな。フォートナイト、有名ですよね。なんか最近、ちょっとね、やっぱみんな流行ってるから、そのフォートナイトのゲーム実況をやってらっしゃるのかな、カイゲームス。載せていただいたのは、タロポンスケ対カイゲームズさんですね。ちょっとあまり私はゲームをあまりやらないのでいまいちわからないんですけれども、ね、フォートナイトかな、なんか楽しそうに、ゲームをねやってらっしゃってね、なんか、まあのんびり見るとなんかいいのかななんていう、ちょっとね、ごめんなさい、ゲームの情報とね、俺もねゲーム実況みたいな感じでやってますけど違いますからね、ゲーム実況じゃないよね、ゲームを、入れながらなんだかんだこう言っていくというね、これゲーム実況かな、そのなんつうの、定義がよくわからないので俺の場合音も入れないしね、あれね、なんでかっていうと音全部切ってるじゃないですか、あれね、電車の中とかでゲームを結構やってるんです俺、する時間がないんで、で次はなんとかですみたいなとか、ガタンガタンみたいな、あのね録画の仕方がね、そういう形でね、携帯外の音が全部入っちゃうんです。で、まあまあうちでやってるとテレビの音が入ったりとかね、そんなんがありますので、全部切って、ね、家庭のねこう会話とかも入っちゃったりとか、それもありまして、俺の場合は全部一回画面だけにして、後からおしゃべりを入れていくと、まあ正直ねそっちの方が俺はね集中できるんで、喋りの方だけに、まあまあ映像もねほら自分がやったやつだから、まあうっすら大体わかるし流れはね、こんな感じでございます。まあまあまあ、カイゲームスとは全く関係ない話を今しましたけれども、ね、そういうフォートナイトとかを結構ね、楽しくやってらっしゃる感じの、方ですね。もう俺なんかでも全然チャンネル登録者数の方がね、全然多い方で、そちらの、カイゲームスさんに、川野田チャンネルを紹介していただいたと。もしよかったら見ていただければなとは思うんですけども、これがですね、俺のチャンネルのやつがこう、丸々ドーって載ってるんで、あんまり、でもまあまあ、本当に、本当に紹介してくれてると。もうほらね、これはもう本当嬉しい限りでございます。まあ、そんな感じでね、紹介してもらいましたんで、ぜひともね、また、こちら、カイゲームズさんの、チャンネル登録とか、動画をチェックしたりとか、いいねしたりとかね、川野チャンネルから見に来たよみたいなね、書いていただけると、はい、ゲームズさんも嬉しいんじゃないかななんて、ちょっと思いますね。だから向こうのリスナーさんこっち来たりあっち来たりとかね、こうぐるっと回る感じがね、このなんつうんだろうな、こう結局ねこうねジャンルとかはね全然違いますけれども、こういうなんかこう交流があるってことがね、いいですよね。俺みたいにほら全然知らないさ人をさこうやって相手にしてくれてることが嬉しいじゃないですか。で、多分お若いと思うんだよな。なんかその、俺もゲームのね、実況をね、ちょっと、見させていただきましたけども、会話、ね、喋ってる感じがね、ちょっとね、結構お若い感じなんじゃないかな、なんて。ごめんなさいね、全部は見てないんですけれども、やっぱね、動画の放送で、ね。まあそんな感じでね、カイゲームズさんの動画もチェックしていただければな、なんて思っています。ではすいません、カイゲームズさん。タロポンスケさん対カイゲームズさんで、正式名称ね、チャンネルの方は、紹介していただきどうもありがとうございました。俺がね4人目っていうらしいんでね、ね、本当申し訳ないです。ありがとうございます。では、ぜひとも概要欄に、書きましたので、そちらから行っていただけると、見れますのでよろしくお願いします。以上でございます。どうも、どうも、たわけの影。さようなら。ありがとうございました。では。カイゲームズさんの方も、よろしくお願いします。ありがとうございました。遅く起きた日曜日は池袋 FM で川野田の虹をつかむ男が始まる。